ありがとうございました。気になるかい？今日なんだろ、例のライブ。もう終わってる時間ですから。っていうか、なんで知ってるんですか？うん、お客さんづてにね。じゃあ、私が軽音部辞めたことも。最近ののぞみちゃんの元気のなさを見れば、大体のことはわかるよ。いや、のぞみちゃんは僕の親友の大事な大事な忘れ形見だからね。たとえ世界を終わらせるような極悪人になっても、僕はのぞみちゃんを悪いとは思わないよ。それって遠回しに私が悪いって言ってるのと同じだと思いますけど。そんなことはないさ。でももしそう聞こえたのなら、のぞみちゃんの中にやましい気持ちがあるってことじゃないかな。マスターまで。どうしてみんなそうやって人の気持ちを勝手に代弁しようとするんですか？私のことは私が一番分かってるのに。あるいは自分のことは自分が一番分かってないからか。軽音部をやめてどんな気分だい？やりたくないライブに怯える必要がなくなってすっきりしました。それはよかった。ところでのぞみちゃん、軽音部をやめてからベースには触れているかな？それは。バンドマンってやつは難儀な生き物さ。一度手を出したらそう簡単には抜け出せない。のぞみちゃんもその魔力に見入られたってことだね。私はバンドマンなんかじゃありません。プロとかイフで優勝とか、そんなものすごいことじゃなくてよかったんです。ライブハウスも体育館も私には広すぎます。ただお友達と一緒に楽しく演奏ができたら、それだけでよかったのに。そんな無欲な人間はいやしないさ。私は。のぞみちゃんは怖がっているだけだよ。失敗することを、成功することを、夢を見ることを。伸ばした手が何もつかめず、それまでの努力が無駄になってしまうことを恐れているんだ。そんなこと、なんでわかるんですか？僕がそうだった。君のお父さんが変えてくれたんだ。だから今度は僕の番だと思っていたんだけど。のぞみちゃん、後ろにあるモニターを見てごらん。どうやら僕の出番はなさそうだ。これってライブ中継だよ。誰が撮ってるのか知らないけど、あそこは人気スポットだからね。ライブもせずに2時間も場所を占領していたら、苦情の一つも出るだろうさ。でも私、いろいろと思うことはあるだろう。僕に分かることもあれば分からないこともある。何にせよ僕に言えることは一つだけだ。言ってあげなさい。お友達は君を必要としている。のぞみちゃんだって本当は行きたいと思ってるんだろう。でも信じるんだ。のぞみちゃんにはこんなに素敵なお友達がいるじゃないか。何があったとしてもきっと彼女たちがどうにかしてくれるよ。マスター、レース化してください。そう来ると思って君が使っているのと同じモデルを準備しておいた。カウンターの後ろに置いてあるから持っていきなさい。ありがとうございます。マスター大好き。
行ってらっしゃい。懐かしいな、たくみ。のぞみちゃんを見てると、あの頃の俺たちを思い出すよ。のぞみちゃん、今度は君が俺たちのような思い出を紡ぐ番だよ。ごめんなさい。今日は私たちにとって本当に本当に大事なライブなんです。あと少しだけ待たせてください。あんたたち、さっきもそう言ってたじゃん。ベースの子、もう2時間も待ってるんでしょ。いい加減諦めなよ。絶対に来ます。だからお願いします。お願いします。チェ、あと少しだけよ。なんとかごまかせたね。ですが、それももう限界ですわよ。マジ、さっきから周りの視線が痛いのなんのって。私、胃に穴が開きそうなんだけど。エンちゃん、やばいよ。さっきから低評価押されまくってる。本当に配信切らなくていいの？マジかよ。なあ、瑞希、いつまで待つ気だよ。のぞみが来るまで。いやいや、来ないだろこれ。もう2時間だぜ。のぞみだって私らが待ってるとは思ってないって。大丈夫だよ。そのためにリナッチに私の携帯渡して配信してもらってるじゃん。マスターさんにも手紙でお願いしてあるし、きっと今頃大急ぎでこっちに向かってるよ。みずき、私だってこんなこと言いたくないけどさ、信じて。のぞみは来るから。絶対に来るから。だからお願い。あと少しだけ。だから、それはもう100万回聞いたんだって。なあ、もみじ、お前からもなんか言ってやってよ。来ましたわ。え？のぞみさんが来ましたわ！バカ野郎、遅すぎだってな。ごめんなさい。私、みんなのこと裏切って、本当はここに立つ資格なんかないのに。いいんですわ、のぞみさん。あなたが来てくれただけで十分です。説教は後だ。待ちくたびれたお客さんに一発ドカンとかましてやろうぜ。のぞみさん、私自信ないよ。みんなに迷惑かけたくないのに、ここに来たらまた逃げ出しちゃいそう。私怖いの。のぞみ、大丈夫だよ。私が何とかするから。だからやろう。私たちの2度目の初ライブ。私ずっと楽しみにしてたんだから。のぞみと一緒にライブするの。幼馴染だもん。おっしゃ、そうと決まれば一丁派手にやってやろうぜ。おー、やだ、みんな見てる私のこと。ごめんね、瑞希。やっぱり私無理だよ。
丈夫だよ。のぞみは私のことだけ見てて。私ものぞみのこと見てるから。ここにいるのは私とのぞみだけ。それなら怖くないでしょ。うん。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。私ね、ずっとこんな風に誰かと一緒にライブしたいと思ってたんだよ。でも無理だって思ってた。私みたいな臆病者が人前に立つなんて絶対無理だって。それに怖かったんだ。大好きな音楽で失敗するのが。失敗してみんなに嫌われるのが。それは今も同じ。私は相変わらず臆病なまま。でもね、瑞希、瑞希の顔を見てると私何でもできるような気がしてきちゃう。だから瑞希には感謝してるんだ。こんな私を信じてくれて、私のことを軽音部に誘ってくれて、瑞希が私の幼なじみでいてくれて。私もだよ。ありがとう、のぞみ。私に音楽の楽しさを教えてくれて。だから一緒に楽しもう。みんなで一緒に。瑞希、見て、のぞみ、みんな私たちのライブで盛り上がってる。これってめちゃめちゃハッピーじゃない？まだ怖い？怖くないよ。楽しい？楽しい。最高の気分。We'll be right back.
一時はどうなることかと思いましたけど、無事にのぞみさんが来てくれてよかったですわ。本当だぜ、ヒヤヒヤさせやがって。ごめんね、みんな、こんな私を信じてくれて。バーカ、それを言うならありがとう、だろ姉ちゃん。みんな、ありがとう。みんな見て見て、ライブの動画こんなにたくさん高評価ついてるよ。みずきさん、あなたって人はもう少し空気というものを読めませんの？いやでもこれガチですごいぜ。これを利用しない手はないだろう。だよねだよね。今をときめくモチューブ乗るしかないぜ、ビッグウェーブ。というわけで次回対バン第7話、ウィアー。みずき、本当の本当にありがとね。